ンドアップ学芸。皆さんこんにちは。この番組は東京学芸大学放送研究会が送るラジオ番組です。今回のお相手は2年 DJ 平熊と2年 DJ ジャスミンでお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。私事なんですけれども、年末にね、スマートフォンを新しく買いまして。あ、いいね。そう、 iPhone6S を使ってたんだけど、 iPhone XR に変えまして。そう、まあ新しい機種なんだけど、で変えて何が一番便利かっていうと、あのスイカってあるじゃない、電子マネーの、あの駅とかで使えるね。そうそうそう、あれが今まではカードでピッてやってたところが、あのスマホの中にこれモバイルスイカって言って入ってるんですよ。モバイルスイカ。そう、だから今まで駅の改札通るときとかにカードをこう出してピッてやってたところを、スマホをそのままかざすだけでいけちゃうっていう、これ便利じゃない。いや、めっちゃスマートでしょ。そう、これがね一番便利だなって思うことなんだけども、平熊なんかスイカとか使う、日常的に。そうだね、僕もあれかな、電車とかバスとか、そういう時かな。あとコンビニかな。あ、コンビニね、使えるところだとピーってやっちゃうね。そっちの方がね結構便利だ、すぐ会計ができちゃうからね、財布出さなくていいからね、東京来るとさ、結構まあどこでも割と使えるじゃない、電子マネー。それより前って使ってた？あ、実家にいた頃、実家秋田にいた頃は、コンビニかな。あ、コンビニね、コンビニだけかな、使ってたのは。まあ僕と平熊はこう同じ秋田出身なんだけれど、やっぱりあれだよね、全然対応してないよね。そうなんだよ、うちの県は。駅とかね、そう、バスとかね。だから秋田県にいるときは、改札くぐるときも電子マネー使えないから切符をね、わざわざ買ってたっていう、ね、これ不便だよな本当に。 ねこの前さ、ニュースで見たんだけど、なんか秋田県にいる女性が、あのスイカ、まあ、使えないじゃない、あんまり、だから解約しようっていう風に手続きしようと思ったら、秋田県では解約できませんので、嘘だろ、新潟県まで行って、解約手続きしてくださいって言われたらしいんだけど。マジ新潟、これやばいよね。マジやばいね。すごい力なかったね。地域格差はあるとはいえさ、わざわざ新潟まで行けっていうのはちょっと不便すぎないかと、ね、ってことはあれでしょ、岩手とかさ、そこら辺もできないってことでしょ。そうそうそう、確かそのニュースでは北東北だから、秋田と岩手と青森かな。あ、そう、ではそういう手続きができないから。マジか。でもわざわざ新潟まで行けって言われても困っちゃうよね。ね、だからまあなんとかならないかなと、まあ、地元は好きだけどさ、東京に来てからいろいろと便利に感じることが多いわけじゃない、ね、そういうところちょっともうちょっと快適になんないかなって思ったりするわけですけれども、ね、まあそんな秋田県民2人によるトークを今回は楽しんでいただければなと思います。それでは皆さん、今回もお楽しみください。スタンドアップ学芸スタート。今回はね、僕が聞きたいことがね、あって、ジャスミンにね、風の噂で聞いたんだけど、ジャスミンは普段からメイクしているみたいなこと聞いて。あ、メイクね、まあ普段からしているかって言われたら、まあ女子に比べたらしないかな。その女子に比べたら、大学生の女子って結構大学に来るときに、まあメイク化粧してくる子が多いじゃないですか。まあそれと同じ頻度ではしないけど、でもまあ場合によってすることもあるよっていう感じかな。具体的に言えばさ、どういう時にするのそれは。あ、そうだね、僕のイメージとしては、あの結構フォーマルな場に、フォーマルな場、お出かけする時にすることが多いっていう感じ。でそのフォーマルな場っていうのはどういうところかっていうと、まあ身だしなみに気を使わないといけない場面っていうと分かるかな。例えば、例えばスーツを着て、ちょっとこうちゃんとした同窓会に出席する場面だったりとか。そうね、あとはまあお出かけするときにって言っても、遊びに行くときはそんなにする必要はないのかなって思ってて、そう、でもそういう公的な場面、あとあれだ、この前その大学の授業で、その小学校の授業を見に行くっていうのがあったんだけど、スーツ着てね。そうそう、それも一応ちゃんと身だしなみしっかりしないといけないなって思ったから、その時はちょっと軽くメイクしましたね。そのメイクはさ、なんだろう、目的としてはさ、
なんだろう、かっこよく見せるとかそういうことでもないんだもんね。そうだね、うん、女子がするメイクってさ、うん、結構自分を可愛く見せたいっていうようなイメージでしてると思ってるんだけど、小顔メイクとかね。そうそうそう、うん、でも僕がしてるメイクっていうのはそういう意図がある、うん、まあ、可愛く見せたいって思ってるわけじゃないからそうだね、そう、見栄えを良くしたいっていうところでは共通してるけど、うん、どちらかっていうとね、やっぱり身だしなみをしっかりしてるっていうようにしたいっていうのが一番の理由かな、うん、それはなんだろう、肌荒れとかそういうのを隠すみたいな。そうだね、それも、まあ、それが一番かな。それが一番、肌を綺麗に見せるっていうことはやっぱり身だしなみに、うん、あ、そうね、につながるじゃない、うんうんうん、そう、まあ、もちろん荒れてるよりは多分綺麗に見えてる方がいいわけで、うんうんうん、ね、そう、それが一番の理由かな。なるほどね。そう、僕もね、その結構僕肌荒れするからさ、うんうんうん、なんかこれなんと隠してえなーと思って、はいはいはい、そしたらなんか友達がね、メイクする方がいいじゃん、ファンデーションで隠せばいいじゃんとか言われて、お、何言ってんだ、できるわけねえだろと思って。ああ、なるほどね。ちなみにそのファンデーションすればいいじゃんって言ってきた友達は女性、女子だ、ね、ああ、女子、ね、女性ですね、うんうんうん、なるほど、そっか、それを聞かれて、うん、いやそんな無理だよみたいな、そう思って、うん、で実際やってるって言ってたから、ジャスミンがね、うん、だからちょっと聞いてみたかった。なるほど、うんうん、まあそうだね、言われればあれだけど、うん、ファンデーションで隠すことは結構できるよ、できるできる、そうそう、まあなんていうか、やり方としてもいろいろあって、あの女子がやってるメイクって、うん、結構段階に分かれてるんですよ。ほう、そう、まあ、最初に化粧水をつけて、うん、化粧水ね、そう、うんうんうん、そこから化粧下地っていうのをつけて、うん、でファンデーションをつけてっていうような、下地の上にファンデーションなの。そうだね、まあ、これはちょっとね、うん、人によるからなんとも言えない、うんうんうん、ほんと一例として参考にしてほしいんだけど、うんうん、でも男子がやるメイクも、まあ、それと全く同じような工程を踏めば基本的には再現できるから。なるほど。そう、だから男だから特にこれをしないといけないとかっていうことではなくて、女子がやっているのを参考にしつつやっていけば全然男子でも可能ですよ、それは。うん、ジャスはさ、それをどこで学んだの？あ、そうだね、もちろん大学に入るまでは僕野球部だったんですよ、高校まで、うんうんうん、だからもうガングロ卵ちゃんぐらい黒かったんですね日焼けしてね。そうそう、だから全然そういうのとは無縁だったんだけど、うん、大学に入ってやっぱり演劇かな、ちょっと今演劇もやってるんだけど、うんうんうん、お芝居をやるときに舞台メイクっていうのをするんだよ、わ、うん、かると思うんだけど、うん、そう、僕たち2人そうやってるからね、演劇を、ね、うん、やってる人だったらわかると思うんだけども、その舞台メイクを学んだことによって、うん、でそこからそれスタートで日常のメイクもちょっと自分で興味を持って勉強したっていう感じかな、はいはいはい、なるほどね、うん、あれそう、男子もさ、女子みたいにメイクすればできるって言ったけど、うん、そのメイク道具はさ、うんうん、それは男性用みたいなのがある？あ、それはじゃなくて女性、僕が使ってるのは普通に女性用のやつかな、うん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 、男性用のメイク道具っていうのはあんまり巷には出回ってないかな。あ、そうなんだ、うん、あんまり見た覚えはないんで。確かにね、確かに、うん、そっか、え、恥ずかしかったりはしない？買いに行くとき。あー、買いに行くときか、うん、買いに行くときはね、そうね、どっちかっていうと、うん、それよりも集中しちゃうかな、化粧品を選ぶのに、ね、こっちがいいかな、こっちがいいかなとかってやってると、だんだんその楽しくなってきちゃって、こんなにいっぱいあるんだ化粧品っていうような風に思ってると、うん、まあ割とあんまり人目はそんな気にならないというか。すごいな。まあ唯一気になるのは、うん、そのそういう売り場には大体女性しかいないので、うん、ちょっとそっちの方が気になるな。そうだよね。あ、ちょっともしかして男子っていうか男誰もいないなみたいな、うん、そう、それがちょっと人目を気になるっていう理由にはなるかもしれないけど、でもそんなに恥ずかしくは今はないかな。あ、今はね、うん、そっか、そう、なんかね、前ちょっと見に行こうと思ったんだけど、うんうんうん、メイク道具をね、でもちょっと行くの恥ずかしいなと思っちゃって、なんかどんな目で見られるんだろうと思っちゃって行けなくてさ、うん、やっぱりね、その恥ずかしさはわかるけど、うん、なんていうか、根源としてメイクは女性がするもので、はいはいはい、男性がするのはおかしいよっていうような、うん、まあ基本的な考えが多分多くの今の日本人にあると思うけど、うんうんうん、まあそういう気持ちをね、ちょっとこう頭を入れ替えるというか、なるほど、全然恥ずかしいことじゃないし、うん、むしろそのカッコつけてるわけでもなく、うん、身だしなみの一環としてやってるんだぞっていうような気持ちになれれば、うん、もしかしたら恥ずかしさも消えるかもね。なるほど、うん、そっか、そう、今さ、男性はあんまりメイクしなくて、うんうん、女性はメイク
するみたいな、うんうん、女性はメイクは女性のものみたいな価値観が結構多いんだけど、そうだね、そう、なんかなんだろう、なんだろうな、最近さ女子っぽい男子とかさ、うん、なんて言うんだろうな、うん、結構女子に近づいた男子ってジェンダーレス、そうそうそう、うん、それだジェンダーレスみたいな感じになってきて、うん、メイクも男性もしていいんじゃないかっていう話で、そうだね、そう、なんか分かんなんだっけかな、なんだかっていう、うん、メイクの結構でっかい会社が、はいはい、男性メイクの日本進出みたいなことをやり始めたらしくて、多分お高いやつなんだろうけど、じゃああれか、今はそんなに出てないけど、うんうん、これからはその男性用の化粧品だとか、うんうんうん、メイク道具が結構出回るかもしれない、うんうん、なるほど、まあ僕としてはすごい楽しみかな、 そうだね、それは、うん、僕もねそういう時代になってからかな、やるとしたら。あー、なるほどね。なんか他に聞きたいこととかある？そうだね、他にさ、ジャスミン以外にはさ、うん、メイクしてる人って知ってたりする？身近にいたりする？うん、身近にはいないね。あ、ほんと？うん、あとね、メイクっていうのもあれだけど、うん、化粧水をつけるぐらいのことを してる人だったら結構いるかなって。そう、でも大体さ、イラクマもそうだけど、これを聞いてる皆さんもそうだと思うけど、うん、メイクって言ったら大体なんかちょっとこう肌の色を少し白くしたりとか、ね、なんか塗ってるなみたいなイメージが強いと思うんだけど、うん、そこまでしてる人は見ない、周りには、うん、友達とかには少なくともいないかなって感じ、うんうんうん、なるほどね、なるほどね。え、あれジャスミンはさ、うん、だからアイメイクとかはじゃしないってこと？アイメイク、ね、肌だけやるみたいな。そうだね、アイメイクをする時もあるね、アイメイクするんだけど、うん、どのぐらいするかっていうと本当にごくごくわずかにするから、うん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 、多分わからない、はためでは。あ、そうなんだ。そうそう、でもなんて言うんだろうな、うん、まあ、気持ちの問題で、うん、すごい具体的な話をすると、うんうん、多少目元の印象を強くしたりだとか、うん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 、多少目元をなんかこういう印象にしたいっていうのがあれば、うんうん、それを少しメイクを入れることで本当に若干だけど見た目を変えてそういう印象が変わるっていうこともあり得ると思ってるから、そういう意味で少しすることはあるよ。なるほどね。そっか、もう一個ね、なんか聞きたいことがあったんだけど、うん、ちょっとパッと出てこなかった。あ、パッと出てこない。まあでも話してるうちに何か出てくるかもしれない、うんうん、そうだね。なんだっけかな、そう、ジャスミンはさ、うん、なんだマジで忘れちゃったな忘れちゃった、うん、なんかメイクに関すること、そう、なんか女の子が関係あった気がしたね。女の子ね、忘れちゃったな。 なんだっけ、いやマジで出てこれえな。メイクに関することで、うん、やっぱりね、男に聞いてもね参考にはならないんですよ、うん、まあなんでかっていうと、うん、やってる人がいないからね、うんうんうん、だから割と知識を得るときは、まあ友達に聞くんだったら、うん、女子の友達に聞くことがやっぱり多いっていうのがありますね、うんうんうん、あ、まあそうだろうね、うん、きっと。まあなんか参考になってるかわからないけど、うんうん、まあ日常的にはそういう感じで、うんうんうん、あとあれだね、夏か、夏はさ、うん、日焼け止めを塗る人が結構いると思うんだけど、うん、高校時代は全く塗ってなかったけれども、うん、そう、ガングロ卵ちゃんだからね。そうそう、まあ最近はちょっと塗ることも増えてきて、うん、そのなんか日焼け止めを塗る感覚ぐらいでメイクがこれからあの広がっていくんじゃないかなっていうふうにも思ってて。いや、それ結構いいね。そうそう、自分の中ではね、うん、そういうイメージだったから、うん、まあこれからちょっと楽しみだよね、どのくらい。確かにね、そう、浸透していくのか。でも今もさ、なんか日焼け止めとその、うん、なんだっけ、ちょっと下地みたいなのが一緒になってるやつとかもあったりするからね、うん、あるある。そう、日焼け止めの効果を含んだファンデーションとかっていうのも結構出回ってるかな、うんうんうん。あ、そう、なんか最後に聞きたかったのが、うんうん、女性って結構メイクすると気合が入るみたいな、うん、出かける勇気が湧いてくるみたいな、そういうこと聞くんだけど、ジャスミンはさ、実際メイクした時ってなんか気持ちに変化があったりするもん？するね。感覚としては安心して出かけられるかな、うんうん、まああんまりそのなんて言うんだろうな、やっぱメイクをすることによって多少なりとも身だしなみが良くなったっていうような、うんうん、まあ、そのためにやってるわけだから、うん、そうだね、だからある意味ではこれでまあ外に出ても恥ずかしくないなっていうような気持ちが少しつくから、まあちょっと心なし、心の余裕を持って出かけられるっていうような感じかな、うん、ありがとう、なるほどね、うん、めっちゃ参考になったわ。あ、参考になった、うん、聞きたいことはどうでしょう、聞けましたかね、うん、いや、だいぶ聞けたね。いや、めっちゃ参考になった、ありがとう。あ、まあさっきも話したけど、こっからね、その社会がどういう方向に動いていくのかっていうのは、うん、結構楽しみなとこだよね。ね、男性がメイクしやすい社会が来るのか否かみたいなね。うん、まあじゃあまた何かね、うん、聞きたいことがあったらぜひぜひ聞いてください。うん、うんうん、よろしく。
お送りしてきましたスタンドアップ学芸、そろそろお別れのお時間です。秋田県民2人でこうやって喋ってきたわけだけれども、うん、まあ、僕はすごい楽しかったけれど、どうですか？いや僕もねめっちゃ楽しかった。あ、よかったよかった。いやありがとう、本当にこういう話はあんまりできる人がいないからね。そうかもね、うん、まあまたいろいろと話しましょう、うん、よろしくお願いします。番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で学芸.ghk@gmail.com、gakugei.ghk@gmail.com、 件名にスタンドアップ学芸宛てと書いてお送りください。また GHK ではツイッターも行っています。アカウントは@ghkスタッフ、@ghkstaff です。ぜひフォローしてください。スタンドアップ学芸、今回のお相手は東京学芸大学放送研究会2年 DJ 平熊と2年 DJ ジャスミンでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。